はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。今日もやっていきましょう。ポケットモンスター3&ムーンシングルレーティング、よろしくお願いしまーす。ということで、今日使うポケモンはこちら、ナットレイでーすね。はい、カコさんポケモンのナットレイでございます。PGL の使用率ランキングでも今トップ15か20ぐらいに入ってるっていうぐらい、結構なかなか最近のレートで見るナットレイらしいですね。はい、まあ一応技構成はいわゆる、どちらかというと起点寄りの、起点作り寄りのナットレイですかね。まあなかなかまあ基本的には物理受けというか、まあこの耐久で相手の攻撃を受け切って相手を流すっていうナットレイが多いんですけど、まあたまにいる物理アタッカーとかもいるので気をつけたいところかなと、いうふうに思います。今日はそんなナットレイを使って、バトルしていきたいと思います。で、まあナットレイと相性がいいポケモンといったらやはりバシャナットサンダーと言われてますが、サンダー僕持ってないのでコケコ。なんか第7世代はバシャナットコケコの方がいいみたいな話ちょっと聞くんですけど、まあとりあえず全員物理なので僕のコケコ物理なんでね。まあなんかうまく回していけたらいいかなというふうに思ってます。で、まあせっかくなんでちょっと今日は久々にちょっとガチポケでガチパで並べてやっていこうかなと。今週だってさ、ネタポケ多すぎたじゃないですか。ラッタに始まり、シルバー大爆発シルバディとかいて、でケケンカにもいてね、なんかネタポケに走りすぎたんでちょっと久々に中パで潜ってみようかなみたいなね。たまに1日2日ぐらいちょっと潜らせてくださいね。はい、という感じでやっていきましょう。よろしくお願いしまーす。はい、対戦よろしくお願いいたしまーす。ということで、いや久々の中パなんですけど、いや中パ使ったことによってですね、レートが下がるとかいうよくわからない現象が起きてるんですけど、ここ1週間のよくわかんないマイナーポケ使ってた方がレート上がったってどういうことなんですかね。どれだけ中パー最近使ってなかったんですかみたいな弊害が出ましたね。まあでもそんなことは置いといて、なんかねさっきからね何戦か使ってるんですけどね、ナットが刺さる試合があんまないんですよね。ナット今の環境実は動きにくかったりします。だいぶもうこのパーティーまだね、まだ刺さる方だよね。これでも、いやこれでもなんか苦しいっちゃ苦しいんですけどね。なかなかやっぱ鋼包囲網は前作に比べてしっかり作られてる感はあるのかなって感じしますよね。そうっすね。そうっすね。馬車から入ればいいのかな。で、馬車から入って、きついポケモン飛んできたらナットかなんかにバックしとけばいいのかなぐらいな感じ。問題はガモスなんすよね。今日結構ガモス見るんだよな、よく。まあ、ステロさえ負けちゃえばこっちのもんなんですけど、ステロ負けなかった時の今日のガモスの対処法が結構実はこのパーティー少ないですよね。ですよね。ってなると、これ、あいつで止まってる。いやー、行くしかないですね。対戦よろしくお願いします。まあ、ガモスを見るべきか、はたまたマッシュブーンを見るべきか。ガモスマッシュブーン両方飛んでこられたら多分俺のパーティーだと戦術負けするんで、しゃあないかな。ナットレー投げなきゃいいのかなっていうところでもなくもないですよね。さあ、まあ、とりあえずバシャーモから。今日のバシャーモは玉バシャー。さあ、そして完全に出し負けしていく。圧倒的に出し負けしてますね。で、この出し方からすると裏にマンムーがいるのかなっていう雰囲気はすごい漂いますよね。じゃないとギャラ初手から投げに来るのはなかなか、あれでしょう。勇気いるでしょう。さあ、とりあえずナット投げて、で、まあ、舞うかな。舞うね。で、舞ってきて、で、バックで何が出てくるかですか、ここ。ここどうしようかな。ステロ、まあでもギャラがこのまんま取っといてくれるんだったらってことも考えても、まあ、ステロでいいのかなって感じでかな。うん、多分、ギャラマンムーはほぼほぼ確定だと思いますね。ギャラマンムーか、あと、マンムーいなかったとしたらガルドが絶対出てくるみたいな、多分そういう選出な気はします。で、他はちょっとまだわかんないかな。まあ、もしギャラマンムーだとしたら、裏はガモスでしょうね。うん、まあそういうラインを見ていくのが一番綺麗かなっていうふうには思いますね。うん。ちょっとなんかまともなポケモン実況っぽいですね。今日の実況ね。ここ最近ふざけすぎた。自信じゃそんなに入らないんじゃないかな。多分。ヤヤラドスとかだったらまだしもですけど。ああ、まあ。てかヤヤラドスなわけがないですよね。待ってるんだから。ボリューの前はありえない。ヤヤラドスボリューの前はありえない。まあ、ステロ負けたんで、まあ、ここはまあ宿り気でいいですね。で、今日のナットは、ステロ搭載型なので、どちらかというと、物理受け寄りのナット例ですね。食べ残し入れて、宿守で守るっていうのもありなんですけど、まあ、どっちかっていうと、ちょっと今日は、
そっち寄りのナットレを試しに使ってみてますみたいな感じですね。どっちがハマるのかって言われるとわからないですね。だと、ジャイロボールパワーウィップ。うん。まあ、あれですよね。まあ、いろいろありますよね。いろいろありますよね。地震で詰めてきますね。って感じだな。さあ、種まいたけど、種まくだけまいたけど、問題ここどうしようかなって感じっすよね。で、地震だと落ちちゃうし、もうちょっとただ受け出しするには、体力が若干足りてない感があるんで、すごい気持ちとしてここ守りたいなっていう気持ちにはなるんですが、ここでバックされて困るのがガモスバックされちゃうと、ガモスバックされちゃって、ガモスバックが一番きついですよね。ガモスバックされて回れるのが一番辛いので、まあ、ギャラ側からしたら多分普通に突っ込んでくることはないんで、ここギャラ安定かな。はい。で、威嚇入れて、で、地震、はい、スカス、で、微妙にダメージ入り、で、攻撃はトントンですからね。ってなると、ここでもう一回ナットバックがいいんじゃない？ここ、ガモスバックもない、ここないでしょうね。ないでしょうね。全然いいと思うわ。で、多分ここ相手ギャラバックすると思うので、こう待ってもよかったですかね。危険だったですかね。マッシブーンとか考えたらできればもうちょっと様子見たいんですけど、まだ相手の戦術が見えてないので、うん。あ、突っ込んでくる、普通に。普通に突っ込んできますか。おう。舞う。なかなか強気ですね。なかなか強気だな。なかなか強気ですね、これは。攻撃下げられちゃったからとりあえず待っておきましょうみたいな感じになるのかな。ってなるとじゃあもうここ待ったってことは、多分、まあ裏にガモスとかを投げられる状況にないって判断して、ここは一回守ります。はい。で、突っ込んでくるでしょ。氷の牙。氷の牙なんだ、ここ。ここ氷の牙。どうしようかな、次。ちょっと次悩みますね。ここもう一回地震打って、ってくるのもあり得るし、ただまあ、まあ、氷の牙見ちゃってるんで、まあいいかな、ジャイロボールしときますかね。うん。そこ氷の牙打ってきちゃうと、こっちも悩まざるを得ないですよね、その択は。どっちでも。なんか普通に地震に切り替えてきそうだなっていう雰囲気もあるし、まあでも地震に切り替えられちゃうと相手も相手でこっちのナットレーが体力こんだけ回復しちゃってって辛いので、でまあナットレーは鉄のトゲだし、まあ HP 回復してこないってことはまあほぼほぼごつめかなっていうイメージは湧くと思うので、ってなると、やっぱナットレー削らなきゃいけないからってなったら地震打つのが正解なんですかね、ここね。ギャラ引っ込める、ガルド投げる、ほう。ほう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 。これ何ガルドだ？でも相当物理によってるから、これ物理ガルドっていう線、俺あんまり、あれなんですけど。どう思います？物理ガルド。でも割とね、ナットレーの、いや、どっちもあるなぁ。どっちもあるなぁ。どっちもあるな。全然どっちもあるな。引っ込める。ほうほうほう。ガモス。これは、ちょっとめんどくさいことになりましたね、これ。これは余計めんどくさいことになりましたね。なんだこれは。ちょ、頭の中割とハテナが並んでるんですけど。そうだね。これは、この対面は、まあ、多分ギャラがまた飛んでくるとは思うんですけど、一応滝登りでいいのかな？滝登りが一番セオリーかな？ガルドも見たら地震の方がいいかな？まだもうワンサイクルぐらい個人的には回したいところはあるんですけど、いやでもガモスが一番多分辛いので滝登りしますわ。引っ込めて、でギャラだと思うんですけど、ギャラですね。はい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 。うん。まあ一応ガモスが一番辛いことには変わりないし、まあいい感じにサイクル回ってくれてて刺さってるんで、だいぶいいかな。とりあえず滝登りで、ある程度の、ダメージ蓄積をさせて、で、問題はここか？ここを、待っちゃえば初速勝てるからいいんじゃない？待っちゃえば。どう？余計？打速？
でもお互いがお互いにこれ有効打ないし、向こう一撃で持ってかれるの確定してるし、ってなったら相手前ないからこっち待ってしまった方がいいんじゃねみたいな、そういう風潮いつあって。で、これでガモスも抜けるじゃん。で、多分地震で、ステロダメージか微妙にわからないですけど、ガルドにもいける。いいね、こういう抜き場。これ勝ったでしょ、これ勝ったでしょ、これ勝ったんじゃない、しっかり。あとは、もうこっからはまあ地震、勝ったね。行ったでしょ。はい、対戦ありがとうございました。おー、なんか、このレート帯なのに、結構いい読み合いして、いい試合だったんじゃないかなって思います。はい、対戦よろしくお願いいたしまーす。いやー、全然ダメだわ、やっぱ。手に、なんかね、手についてないね、パーティーが。全く、うん。やっぱこういうパーティーの方がダメなんじゃないか説まで全然あるんですけど、個人的には。あ、やっとなんか、や、まだな、いや、これでもまだナットそんなかっていう、いや、でもナット刺さってなくはないよな。今日当たってるメンツだと、だいぶナットレー刺さってる方のパーティーなんですよね。いや、だいぶね、なんか思ったほどナットレーがね、今この環境において刺さっていなかったことに対して僕は正直驚いてますね、一番。行きましょうか。対戦よろしくお願いします。なんかもっとぶっ刺さってるイメージあったんですけど、やっぱなかなか結構やっぱテッカゲアのおかげで鋼に対する包囲網がしっかりできちゃってるのかなっていうのが一個と、あとやっぱサイクル戦があんまりないですからね、今の第7世代。なんかそこがちょっとナットレイには逆風だったのかなっていう気もしますね。あとなんか飛んでくる Z 技で、ね、Z 技のなんか特に格闘系の Z 技とか炎系の Z 技って割と多いじゃないですか、 Z の中でも。そういうのあるね。さあ、あっ圧倒的出し負け。圧倒的出し負けだからこそどうしようかなって感じですよね、ここね。ステロ巻いとくだけ巻いといても全然いいと思うんですよね。巻いてからバックでもいいんじゃない?どうせって感じですけど、正直。なに?え?地面。え?なに?ライジングランド、え?ね?え?え?え?嘘。え、いや、いいけど、え、マジ全然そんな、何そのぐらい?ビビる。マジで。怖すぎるんだけど、そのぐらい。マジか。引けねえわ、逆に。逆に引けなくなってしまったんだが。逆に引けなくなっちゃったんだが、それ見て。もう圧倒的に、はたき、普通のグライオンだと思っていた、俺は。普通にアタッカーぐらいでしたね。なかなか見ないですからね、アタッカーぐらい。アタッカーぐらいとか、こういうパーティーに入ってるグライオンですら普通のグライオン、ね、普通のグライオンがまあ、ポイヒグライオンですけど、ねえ、ですからね、普通に。なかなかですよね。ビビるわ。さすがに、ぐらいから初手でぶっ破されたビビる。これはまあ、バックすると思うんで、宿り気打ちます。バックされなかったとしても一撃で、あ、落ちないので、全然いいかなって感じかな。はい。バックしてこない。どうします?そしたら。なんか、引くに引けないんですよね、こっち側からしても。ちょっといやらしいですよね。ちょっとスリップダメだけある程度稼いどいて、で、どうしよっかな。地震はたき、何があるの?地震はたき岩技、あと何ですかねって感じですよね。ね、こう辛いっちゃ辛いんだよな。結構ちょっと手はないですよね、意外とグライに対してこう、あんて、そうだよね、ポイヒじゃないもんね。ポイヒにする必要ないもんね、アタッカーだったらね。ははーん。怪力バサミぐらいとか、俺多分あれだわ。初めて会ったわ、俺今まで多分。グライオンっていう生き物に存在が見てから。マジか。やば。えげつなさすぎる件について。そうなんだ。てかもう完全にポイヒのイメージしかないからさ。こいつあれなんですね。怪力バサミなんですね。へぇ。
へえ、初めて知った。マジで初めて出会ったんだけど、怪力バサミ。そう。そうなんですね。怪力バサミって、刺さるタイミングあるんですね、言うて。まあいいや、でもとりあえずは、まあ多分今のでぐらいは、ほぼほぼ倒せたに等しいと思うので。うん。で、問題を裏の、あ、ガラガラか。ガラガラだったら、もうこれは捨てでいいですよね。ガラガラ。取っとく必要性もないし、まあ相手がやってくることも受注ハック見えるんで、まあいいと思います。はい。シャドーボーン、シャドーボーン。はい。で、これで上から殴ればよろしい？誰か飛んでくるかな？これさすがに滝登りで落ちますよね。ちょっと裏警戒してちょっとね、と残しておきたい感は、あ、いやでもそうだな。待っちゃった方がいいかな。舞うか。いや、でも、ガラガラ倒しておきたいし、ガラガラ倒しておきたいっすよね。ある程度ダメージは入れとかなきゃいけないので、これはまあこっちで、いいですかね。向こう側からしてもだいぶ、ガラガラは、まあ多分、納豆を落とすために持ってきたと思うんで、安定かなって思うんで、とりあえずこれで、落ちるよね。はい、オッケー。で、まあぐらいはほぼほぼ大丈夫で、で、ラス1がここで多分飛んでくるんですけど、ラス1が何かなって言ったところですかね。刻ん。うん。じゃあ馬車でどうにかなるかな。で、刻ん側からしても、ギャラに対しては、あれそんな遅かったっけ刻んって。割と中速対決か。はい、オッケー。で、タスキだろうが玉だろうがね、全然いいですからね。で、まあ勝ちましたね。オッケー。いや、なんかこの試合は割とあっさり勝ったけど、ちょっとさすがにビビりましたね。怪力バサミぐらいは。まあぐらい見たら99匹、ポイヒでいいと思うので、選出タイミングで。はい。対戦ありがとうございました。オッケーオッケー。まあとりあえずね、まあぐらい見たらポイヒぐらいだと思ったらいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ということで、今日は土曜日ですので、毎週恒例の土曜日夜8時からのポケットモンスターサン&ムーン YouTube ライブで行いますミラクル交換生放送の今日はご紹介です。今日配るポケモンはですね、モッティからは、ロトムと、ロコンちゃんと、ヒデリロコンちゃんです。あと、アマノジャック、ヘビニラミ遺伝してるツタージャと、新速遺伝してる、不思議な色っ子ミニ竜ですね。まあ、この辺を流そうかなというふうに思ってます。まあ、ミニ竜とかツタージャとかは、一応サン&ムーンではゲットできるはできるんですけど、例えば新速を過去作から持ってこないと覚えられなかったりとか、まあ、あとは、アマノジャック、ジャローダはいないですよね、サン&ムーンにいなかったりとか、結構もうちょっとかゆいところに手が届かなかったりするポケモンだったんで、そのポケモンをま、流していこうかなと。で、あとはま、ロトムに関しては多分皆さんそれぞれもうすでにいろんなロトムゲットされてるかと思うんですけど、ちょっとま、器用貧乏な感じですけどね、今作ね。ロトも配ろうかなって感じです。で、まあ、あとは、ここ最近厳選してたポケモンがチラチラいるので、まあ、そういったポケモンも出せたらいいかなというふうに思います。ちょっと最近こういうやつも厳選してます。はい。っていう感じで、今日の夜8時から行いますので、皆さん必ず遅れることなく、リアルタイムで皆さん見に来ていただきたいと思います。ではではでは、モッティでした。あ、そうだ、もう一つ言い忘れてた。あと、先週か先々週に、BP じゃねえわ。フェスコイン4000コインもらえるイベントがあったと思うんですけども、まあ真似のね、あったと思うんですけど、あれをちょっと早めに皆さんもね、生放送来る前に、処理しておいた方がいいと思います。結構厄介なので、特にフェスランクが低ければ低いほど厄介なので、まあ、話しかけて、なんかフェスコインもらって、ランクアップして、みたいなのを10回15回ぐらいやっておいて、その後に生放送来ると、より楽しく、見れるんじゃないかなと。てか余計なこと考えずにね、見れるんじゃないかなと思いますんで、まあ皆さんもし、まあ、真似テロ、まだしてない方いたら、ぜひ、やっといてください。という感じで、モッティでした。では、この後夜8時にお会いしましょう。つー。動画最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。今夜夜8時からは、YouTube ライブで、ポケモンサン&ムーンのミラクル交換生放送。今日のポケモンはですね、アマノジャックツタージャとか、ロトムとか、新速ミニリュウとか、ちょっと、かゆいところに手が届く、そんなポケモン。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。